チャンネル登録よろしくね。はい、どうも、小橋です。さあ、今ですね、1月の3日ですね。まあ、実際2日の深夜にちょっとね、撮影してるんですけど、はい、まあ、今年もね、まあ、前回の動画で伝えたように、やっぱり1月3日に、ガチャが来ましたね。木の枝立つ。まあ、大体ね、毎年ね、このね、お正月のエトガチャっていうの、エトギアっていうのはね、その年の最も最大のね、飛距離のね、ものが出るっていうところで、まあ今回は無風ではなくて有風なんですけど、ショットの精度、まあステーブルがついたのは、今までの中でないのでね、まあ80ヤードです。431です、うん。無風のコースとかだとね、かなり、行かせますねっていうところ。まあ、このアプローチもそうなんでね。200% なんでね。無風のコースには本当に持ってこいみたいな感じなのかなって。で、その他もね、まあ、出現割合としてはね、インペリアルスリングどっちもあるっていう感じなんでね。まあ、しかもね、初富士とか新しいアーツもあるのでね。まあ、今回チケットとね、まあ、250万ぐらいまでちょっと回しちゃいましょうっていう風にね。まあ、もちろん狙うは小槌なんですけどね。当たれーって感じですね。じゃあまずはチケット10枚いっちゃいますよ。ポチッとな、300万に回復しました。さあ、ただプラチナもあるので、その中に、小槌が、混ざってないかな。はい、コイン変換、コイン変換、あ、コイン変換お願いします。まあまあ、こちらはどうでしょう。はい、シンギア、お願いしますよ。やべ、これはまずいぞ。まあまあ、軍資金が増えたと捉えよう。コイン変換。コイン変換。シンギア、コイン変換。これもコイン変換なんでね。はい。さあ、行きましょうかね。ガンガン。あれれ？プラチナ率4倍だよね。まあまあまあいい。ここでプーティーを当たったらやめちゃおうか。コインも増えて、プーティーも当たったら。まあ、なわけないと思うんですけどね。メカニックのクラブ。まあ、サラセットになりましたが。うん。うん。さあ、これ次第。グランドショットクラブ。さあ、行きましょう。いい感じでインペリアルとかそこら辺はね、スリングは出てるんでね、その流れでバスンと引いて、いやー、出てそう、懐かしいな。お願いします。ディレイルも懐かしいな。うまいかな。お、来た、うわっ。お願いしますよ。この音好き。おや、うん、プラミン頼むぞ。うん、キュートパッドクラブ演武、うん、コツコツね、インペリアルスリング当たってんですよね。さあ、そろそろ小橋の方にも小槌 C が来てほしいですよ。ですよ。いや、だんだん。うん、めっちゃプラチナだけど。ああ、もうないかな。頼みます。お、めっちゃポイントが減った。
願いします。お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 願いします。フローラル、最近よく当たりますね。いや、この運をさ、他のやつ、毎回見ますよね。厳しいぞ。ほら、いやー、クルクルハンマー63枚止まってる。ピンピン。猫じゃらし。おや、変換こい。変換こい。よしよし。お願い。うん。いけていけ。いや、これ死んじゃったな。ね。あ、マジで。お願い。嘘でしょ。あ、よかった。お願いします。お願いします。なんか数字系が多いですね今日。この数字いいかそんなの。数字じゃないよ。こーい。うん、数字じゃないけど。おコインがめっちゃ減ったぞ。この中に含まれろ。頼む。小槌。小槌です。メタルクボ。小槌です。うん、メタルメタル。小槌です。よしよし。小づっちです。お願いします。マッチングボールを、この前クラブ当てたやつ。クリスタル。ついでに、ついでに、ついでに、ついでに。なんだこれ、ハイパス。マーチングがセットになりましたね。おっとっとっと。ってことでマーチング有風の低反発、421ヤードで、まあまあまあ、145% ですね。マーチングアプローチが、極めが。いやー、なるほどね。全部有風なんだ。ってことは、まあまあまあ、あ、でもこっちは無風。なるほどね。フローラルよりも MGC に使えるかなっていう感じですね。最初に飛ばして、なるほどね。で、超ジャストで。なるほど、なるほど。フローラルより使えるかな。フローラルの上位版っていう感じですかね。ああ、マーチング。はい。なるほど。MGC のセットの中に入れときましょうっていう感じですかね。候補の一つにね。さあ、続いていきましょうね。まだまだ。まだまだ。まだまだ行きますせ。頼ますぞ。頼ますぞ。コドッチです。コドッチです。雪村です。これコドッチです。無縁なのかな。あれ、嫌な予感。嫌な予感。やめて、やめて、やめて。やめて。もうこの音が。で、こういう時にうっかりパス。あ、入ってませんね、6番。もう、開きがなさそうな。あ、来た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 。よいしょ。ファントム。おまた数字で。さあさあ、もう一回して忘れてますからね。
いや、このままだとマーチングだけになっちゃうな。大丈夫かこれ。いや、怪しいぞ。怪しいぞ、これは。ノープラチナ来たね。ここに来て。ははは。人、運を食べてんだ。うんうん。運を食べてんだ。うんうん。え、大丈夫だよね、これ。あ、さすがにここで。よしよし。さあ、ためた運を放出するぞ。頼むぞ。はーっせー。承知しまーい。やばい。お願い。うん、うん、ちょっと加工気味かな。いやー、なんか新ギアの登場率が増えてきたかな。うお、全然コインが出なかった。これこそ来ちゃったかな、また。怪しいね。これ飛ばしちゃう。あれ、1個目しか入ってないよね。あ、もう1個あったの。あ、もう1個。昔配信でこれでなんだっけ、ロイヤルが出た時にロイヤルのクラブをね、やっちゃった気がしますね、これね。いやー、新ギアが多めに。うずらのショップ2回目。やめて、新ギア。よしよし。プラチナが出てこなくなってきちゃった。でもこ、ペリが1、2万なんだもんな。OK! メタル。やめて、やめて、やめて、やめて。よしよし。やめて、やめて、やめて。よしよし。あよいしょ。さあ、プラチナがさっきから一個一個、わあ、ちょっと出たぞ、これは。かさあ、マーチングだけか、収穫は、お願いだ。なにこれ。初めて見た、エフェクト。それ以外は厳しいか。お願い。厳しかった。エポック。エポックって上からどのくらい。え、全然した？そんなクラブあったっけ？全然。え、本当に初めて見た。ああ。あれなんだ、ステーブルの出始めの頃のやつなんですね。え、全然、全然初めましてでした。さあ、マッチングだけか。あと13万予定。うん。やめてね。大丈夫だよね。よしよしよし。なんだかね、小月と無縁なのか。やめて、これ、コイン。よしよし。さあ、おや、小月。うん。くわ、これ死んじゃうかな。もうちょっと。おっ、うん。うん。さあ、また1週間コインダメをして、11日前後、まあ、11日までにインペリアル系を回して、あとおそらくファイナルメタル何回くんねん。グレイス。ああ、いただきます。はにかんじゃうよ。ヴィンテージが今来たよ。あー、今ヴィンテージが来たよ。ヴィンテージ品別に届きます。さあ、多分これラストツールでしょうかね。うん、そういえばえと全然出てないけど、いや、いらんけどさ。クリアクラブ、あ、なんかボール持ってたな。厳しいよ。2024年は我慢の年なのと、ネイチャー。うわー、また来た。うわー、マーチング。はい。葉っぱが、無駄にならない。なんでや、ラストかな。うわー、ギリギリからラストでしょ、これは。それとももう一回回しちゃう。まあ、これ次第、これ次第や。多分あと3つ。あと3つ。さあ、来い。あ、エンジンってない、あと2つ。いや、あと一つ、あと一つが、でも、お、来た来た来た。おが、うん。おまけのもう一回、これでおしまい。で、おしまいです。なんか嫌な、嫌な映像これ。よしよし。さあ。いやー、寝て、あと二つ。いやー、あと一つ。
これで終わりだ。はい、ドン。あ、そんなことなかった。けど終わりや。はい、はい、もう。ね。まあ、これを沼って言っちゃいけないのかなって思いますよね。うん。とりあえずアレンジがセットになったけど。あとクリアがある。411ある。低反発チョコの弾道が低くなる。うん。ヴィンテージのセットになったけどね。まあどうなんですか、まだ使えないわけではないのかな、どうなんですかね。まあ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 。まあひとまず、マーチングが、マーチングがグーですね。はい。思いますってやつですね。はい。まあ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 、これで。これでいきますよ。極みアプローチでね、出動性がかなり上がって。うん。ですもんね。っていう新年の出だしはうんでしたけど、まだまだコインがあるんでね、あと100万ぐらいは使おうとは思ってるのでね、はい、長い動画になっちゃってね、多分倍速編集あると思いますが、20分に収まれるようにねしようと思いますが、皆さんどうだったでしょうか。以上、小橋でした。バーイ。